イオンタウン立山とは、千葉県立山市八幡545の一番地に、位置するネイバーフット型ショッピングセンターである。東 SC は、立山駅より離れた郊外の海岸沿いに位置する。構造は、屋根付き平屋のオープンウェアモールで約70の、専門店がある。各店舗は、イオン立山店で平屋で小規模の総合スーパー、もう一方の、純格店舗として、 広木式駐車場を備えた家電量販店業態の山田電機テックランド立山店がある。1987年11月に扇木屋ジャスコ立山店を食品売り場のみのスーパーマーケット形式でオープンし、直後に北側に2階建てで屋上駐車場を備えた新館をオープンしたことにより、総合スーパーとしての扇木屋ジャスコ立山店がオープンした。 開店当初はジャスコの中でも採算の良い店舗だったが周辺に競合店が出店するようになるとジャスコ内専門店の撤退が相次いだ。そして2006年1月にロック開発による再開発が大やけになり旧ジャスコ立山店の営業と並行して東側隣接の富士ディーゼル跡地に東 SC を新築し2007年1月に旧立山店を閉鎖し解体。 9点から敷地を大幅に拡大してオープンした、など、他店に関しては外部サイトを参照。基本的に年中無給ロックシティ換算に関するカテゴリー。ありがとうございます。